皆様こんにちは、オーメンズイレブンです。今回の動画は番外編として、伊豆への旅の途中で立ち寄った幻博覧会という観光スポットの動画です。この動画を見ていただく上でいくつか注意点がございます。過激な描写があるため18歳未満の方は閲覧禁止。他のお客様の映り込みを避けたり、映したいポイントが多すぎたため垂れ流しで撮影、そのための手ぶれ酔いに注意してください。それでは30分と長い動画になりますが、お楽しみください。では幻博覧会に潜入していきます。幻号と書かれた軽トラが置いてある。キモかわいいパラダイス、楽しみだ。駐車場に無造作に置かれたステージ、催し事の際は使われているのだろうか。ちなみにこちらが幻博覧会の外観、 B 級スポットとしては最大級の規模だ。幻駅、幻小学校、それよりもヘリンピック会場が気になる。中は空っぽの単なる小屋だ。オリンピックと同じ4年に一度の開催であれば、第2回大会が今年行われるというのか。セイラちゃん、調べてみたところ、セイラちゃんとはここの建物の館長らしい。ちなみにまだ建物外だ。潜入する前からすでに疲れを感じるのは気のせいだろうか。階段を登っていくとカラフルな置物が増えてくる。逆立ち金太郎、二俣神社、やっと入場口が見えてきた。髪の長い綺麗な受付嬢に迎えられ、やっとのことで幻博覧会潜入開始。ここからはほぼノーカットで見ていただこうと思う。歩いて撮影したためカメラワークが悪いことを先にお詫びしておきます。一つ一つ立ち止まって撮ろうと思ったのだが、それではあまりにも時間がかかると判断し、私の目線でそのまま撮影することにした。
画面では伝わりづらいが、かなり大きい仁王像だ。でかすぎる。なんだこれは。ところどころに突然ジオラマが置いてある。これは？幻博覧会ともなれば、地球外生命体の標本もあるらしい。使われている形跡があるステージ、その横にストーンヘイジ、民族衣装のコレクションだろうか。真新しい狛犬とモアイ像。これはセイラちゃんだろうか。ここ幻博覧会は3ルートに分かれている。先ほど見ていただいた建物は1ルート目だ。駆け抜ければ5分、しっかり見たら30分といったところか。そしてこちらが2ルート目の建物。いきなりガラス張りの展示物ばかり。反射を恐れて取り乱すことになった。さすがだ。二つ目のルートは明治、大正、昭和の日本をモチーフにしているのだろうか。だんだんと性的な描写が増えてくる。レトロなものも多く、コレクターが欲しがる展示物も多そうだ。小部屋があったので入ってみる。すみません。
ほどのムードはズロースの微笑という世界的名作らしい。やはり戦前戦後の日本が舞台なのか。全体的にマネキンの癖がすごい。たまに時代設定が分からなくなる。そうだ、ここは理解できる場所ではなかった。虎狩り理髪店、医者が患者を見ているようにしか見えない。昭和の若者の部屋か。マンドリンの横の木製バットが気になったが、マネキンの癖がすごい。銭湯だ。果たして撮影して平気だろうか。裸体よりも桃が気になった。喫茶店だ。何かつい期待してしまうが、変わった様子はない。パチンコ屋だ。昔のパチンコは電動式ではなく、指で一つ一つ玉を弾いていたことに驚きだ。それにしてもすごいコレクションの数だ。電車か。普通のスペースがあると逆に不安になるようになる。
2ルート目はまだまだ続くみたいだ。少し休憩しよう。では続きを歩きます。悪酔い横丁？しかし雰囲気は水族館。水族館を抜けるとまたもや意味不明な空間が。先端技術研究室と書いてある。ゴミ同然に投げられたマネキンも。一つ一つが計算されて置かれているように見えてきた。次の部屋が感動の嵐なのか。感動した。感動どころか、卑猥すぎてまともに撮影ができなかった。次の部屋はなかなか面白そうだ。凝視しそうになった。怖すぎないか。中に入ってみよう。
バイオハザードの世界にいるのか。怖すぎないか。怖すぎないか。面白そうどころか、頭がおかしくなりそうだった。早くここから逃げ出そう。2ルート目は、まだ終わらないのか。外の空気が吸えるだけでも気分転換になる。次は幻島か。すでに2時間くらい幻博覧会にいる感覚に陥っている。下ネタ、恐怖と続いて、次は何が待っているのだろうか。普通の庭に見えるが、下ネタやないかい。見た感じ、これ以上奥は進めなさそう。少し安心した自分がいた。銀色の塊すべてが大黒様だ。過激な描写が最後に映り込んでしまったことをお詫び申し上げます。まだ2ルート目は終わらないのか。そろそろ精神的にきつくなってきたぞ。
通った。助かった。最後に三ルート目が無であることを少し忘れたくなった。少し休憩して最後のルートへ行こう。では最後の戦いだ。いきなり下ネタの雰囲気しかない。その通りだった。しかし今の私は全てが春画として見え、感動すら覚えている。全体の撮影がまともにできずに申し訳ございません。部屋から出てよく周りを見渡すと、もはやめちゃくちゃな設定の世界だ。突然現れたお化け屋敷。声がまた出るところだった。お化け屋敷というより展示物を引き立たせるための演出と言っていいだろう。この歌がずっと頭から離れない。ヤブ病院。分娩台に乗っているのは男性か？マネキンの癖がすごい。
どういうことだ。笑かしてくれるぜ。夢か誠か怪奇激怒怪奇見た感じ3ルート目はこれで終わりのようだ。正直もうすでにお腹いっぱいだ。期待以上の観光スポットでこれからの変化がまた楽しみである。クマのぬいぐるみってこんなに癒されるんだな。入り口にあって気づかなかったが、呪いたいくらい憎い人がいたらここに来るといい。さて、最後にどうしても気になっていた場所に向かうか。果たしてこの中は。めっちゃ綺麗。滞在していた時間はおそらく1時間と少しだろうか。最後まで見ていただいた方々、本当にありがとうございました。撮影しきれてない部分も多々あるので、気になる方はぜひ直接行ってみてください。なんだこの寂しさと清々しさは。以上、幻博覧会からでした。